オフセットメガネレンチストレートメガネレンチメガネレンチはハンドルの両端にボルト頭に適合する円形の後部を設けたレンチのことを言う。名前の由来はその形状がメガネに似ていることから。英語名称はナットやボルト頭部の全周を囲むこと、さらに最初に製造された留メカナグが正方形または箱型状であったことよりボックスエンドレンチと呼ばれている。 カジヤが最初に作った留メガネ具は現在の六角のものより作るのが簡単だったので四角形であった。またはボックススパナーとも呼ばれる。ジスビー46321998メガネレンチの英文表示はオフセットレンチスである。メガネレンチは自動車など機械の点検、整備作業において使用頻度が高い工具の一つである。 多くは使いやすいようにコ部ブに対してハンドルに角度がつけられている。ボルトの側面6点に力が加わるため、2点にしか力が加わらないスパナに比較して大きなトルクをかけることができ、ボルトを舐めにくい。コ部ブには六角のものと十二角のものがあるが、市場に流通するほとんどのものが十二角であり、六角のものは限られたメーカーしか製造していない。レンチは、 外側は円形状で、内側は六角ナットを掴むために六の倍数角となっている。全周を囲んでいる形状であっても肉厚が薄くなっているので、スパナより小さなスペースに適合できる。そしてスパナのように顎の端に開口部がないため、レンチを破損することなく取り扱うことができるトルクは、スパナより大きい。レンチが止め金具に斜めの状態に保たれた場合、 ナット、または、ボルトの各部は損害を受けるので、メガネレンチを使うとき技術者は、レンチの先端が完全に止め金具の側面を覆い、斜めの状態でないことを確認する必要がある。時々起こる問題としては、ナットを通って突き出したボルトが、メガネレンチを差し込む空間を塞いでしまい、メガネレンチの使用を妨げることである。メガネレンチも、スパナのように標準的で、 メートル方のサイズがある。呼び方は、両方の二面幅寸法を十十二という風に小さい数を先にして呼ぶ。レンチは、つかぶまで含めてストレートのものもあるが、つかぶに角度をつけた形状が使いやすくて一般的である。頭部に対するつかぶの角度は、ジスでは15度45度60度であるが、30度のものもある。角度が大きくなると使い勝手より、 スカブでもう一度曲げている。このオフセットの長所は、ハンドルが何にも当たらないので、何かを緩めるか締めるとき、作業者が完全な縁でメガネレンチを触れることである。平らな顎のスパナが2面幅の2箇所で力を受けるのとは異なり、メガネレンチは顎に複数の接点を持っている。これら接点の数は、4、6、8、12、または16箇所である。 六角、そして十二角のメガネレンチは一般によく見られるものである。それらは六角ナット、または六角ボルトと呼ばれる六角の留め金具に使用するように設計されている。四角、または八角レンチは昔の四角ボルトで使用するが、それはもうほとんど使われていない。十六角レンチはどちらのものでも使うことができる。六角メガネレンチは 円の内部に6つの面があり、基本的に角を潰さないように留め金具の平面を掴むようになっている。12角のものは、六角と同じくらい平らな表面部分を持たないので、12角のレンチは留め金具の角を掴むようになっている。12角のレンチは留め金具の角を掴むので、より角を丸くしそうな点で不利である。そのことより、使い分けとして、 六角メガネレンチは止め金具の角を潰すことが少ないので、最も多くのトルクがレンチを通して加えられる初めて、止め金具を取り外そうとするとき、または最終的な締め付けをするときに使う。十二角メガネレンチは六角タイプより半分の小さなフレスペースで良いので、一般的に狭い触れ場所で止め金具を取り外すか付けるために用いられる。 六角メガネレンチが止め金具の平面にフィットできる前に回す必要がある角度は60度である。この角度は最初に緩めるか締め終わる時2回目の回転のために止め金具の平面へレンチを取り付けることができないので六角メガネレンチで止め金具を60度回すことができるかどうかにかかっている。スパナと同様にメガネレンチの接触部が擦り切れたならレンチは交換しなければならない。 レンチが締め具の平面、または角をきつく締め付けられないことは、止め金具に加わるすべての圧力が通常より小さな地域に限定され、締め具に損傷を与える。ナットとボルトの角部は、それらの角部に合っていないレンチによって丸くされるからである。メガネレンチの2面幅は、ナットやボルトの2面幅よりレンチを入れるために、少し寸法が大きくなっている。 その小さな寸法差によるできる隙間により、荷重を加えた時に、レンチと止め金具は傾いて各部での点接触となり、各部の損傷やレンチの摩耗を早めてしまう。これを解決する方法として、スナップオンが1960年代に各部ではなく、平面部で接触するフランクドライブを開発した。各部でなくレンチの内面で止め金具の平面部を捉えることにより、 応力の集中を抑える要する方法である。この結果、留め金具の各部を傷つけにくくなり、より確実な締め付け及び緩め作業ができるようになった。スナップオンの特許消滅後は、世界中の有名メーカーも面による接触を採用し、現在では、メガネレンチや、ソケットレンチの主流となっている。トーマス・スズットン、ザ・ハンドツールズマニュアル P89、2007年、発行。 TSTC Publishing ISBN 978-1-934302-36-1技術力製品情報スナップオンツールズ株式会社ありがとうございます